日本九州地方宮崎県西臼杵郡五稼町五稼町は宮崎県の北西部に位置する町で西臼杵群に属する宮崎県の北西部九州山地の中央部に位置し町域北部から北西部西部西南部にわたって熊本県と接する全体的に標高が高く町の中心部にあたる北部の丘陵地でも500メートル以上で町域南部は 標高1000メートルを超える山地である。県庁所在地の宮崎市まで車で約2時間30分かかるのに対し、熊本市までは約1時間半で到達できる位置関係にあることから、熊本県との関係は密接で、非日常的な買い物などは、熊本市の繁華街や熊本都市県近郊のショッピングモールに向かう傾向がある。また、 町内に五ヶ瀬ハイランドスキー場があることから、熊本県民も多数五ヶ瀬町を訪れている。地籍調査の進捗率は70%。南国のイメージが強い宮崎県でありながら、高い標高のため気候は冷涼で、町内安岡アメダスの都市平均気温は、摂氏12.7度と、同じ500メートル台の標高を持つ長野県飯田市と、ほぼ同じ値となっている。 夏は涼しく、8月の日平均気温は青森市とほぼ同じ、平均最低気温は札幌市と同じで、真夏日は23.1日、過去に猛暑日や熱帯夜が観測されたことは一度もない。冬は比較的寒く、1月平均気温は仙台市とほぼ同じである。強い寒気や南岸低気圧の影響で、 雪が積もりやすく、20センチメートル以上の大雪となる、こともあるが豪雪地帯ではない。長南西部の高坂山東方の尾根には、日本最南端のスキー場が存在する。1972年5月から2021年9月までの、五ヶ瀬町役場本庁舎衆議院小選挙区選挙では、宮崎2区に属する。近年選出の議員は、以下の通り、 本町と高千穂町、日の影町で選挙区をなす。定数は一人。近年選出の議員は以下の通り。中東教育学校ごかせ中等教育学校、中学校小学校ごかせ町は、九州中央自動車道の計画ルート上にあるものの、2018年4月現在では、町内に共用区間が存在しない。高千穂町方面については、 国道218号五ヶ瀬高千穂道路として建設中である。熊本県山都町方面については2019年度末に国道218号素陽五ヶ瀬道路として事業化が決まったが、山都町の内急生和村方面は依然として基本計画区間のままになっている。2018年4月現在、最寄り IC は 九州中央自動車道大和中島西インターチェンジ、東九州自動車道延岡インターチェンジなど、五ヶ瀬町総合公園 G パーク五ヶ瀬、ハイランドスキー場。ありがとうございます。